お、すげえ。149です。じゃあめちゃくちゃ燃費いいじゃん、やっぱり。まあ今ね、結構雨が降ってるんですよ。全然ね、プロパイロットが使えません。こんにちは、 EV スマートのテスカスです。本日は私アリアに乗っております。はい、モデル3と一緒に今海老名サービスエリアの下りに来ています。これからちょっと名古屋の方に向かって、このアリアとモデル3のね、燃費がどのぐらい違うのか、まあ、アリアの燃費がどのぐらい優れているのかっていうところをちょっと検証していきたいと思います。はい、じゃあ今から名古屋に向けてスタートしますが、今のアリアのバッテリー残量は 93%、 航続距離は372キロです。目的地までは約300キロですね。で、途中、まあ、清水パーキングエリアと長篠設楽原パーキングエリアによってどのぐらいの燃費なのかっていう報告をしつつ、まあ、ちょっとね、充電も挟んだりしてご報告していきます。この日産アリア、ね、EV の SUV ですけど、かなり燃費がいいんですよ。特にあの高速走行ですね、かなり燃費がよくって、まあ、僕の予想ではおそらく、まあ、この横にいるモデル3は、ね、パフォーマンスなんですけど、このパフォーマンスと同じか、むしろもしかしたらちょっと良くなるじゃないかなって。 160Wh パーキロメートル前後でいけるんじゃないですかね。はい、モデル3の中に来ました。こちらはね、このトリップ B で名古屋まで計測していきます。障害電費が 186Wh パーキロメートルですね。まあ、パフォーマンスなので、まあ、ロングレンジよりかちょっと悪いかなっていう感じですね。おそらくアリアの方がいいんじゃないかな。でもアリアすごいですよね。 SUV の EV なのにこの高速走行が入るとね、めちゃくちゃ燃費が良くなるんで、じゃあ結果がね、楽しみです。で、まずは現在地、ここが海老名サービスエリアの下りですね。で、そこから110キロ走行して、とりあえず清水パーキングエリアの下りまで行きます。で、そこで1回燃費の報告をして、で、そこからまた多分100キロぐらいかな、走って長篠設楽原、多分この辺ですかね。ここで一度また燃費の報告して、で、名古屋市内に入って、最後結果どうなるかというところですね。じゃあ行ってみましょう。はい、とりあえず、第一の経過地点の清水パーキングエリアに到着しました。じゃあちょっと早速ね、燃費を見てみましょう。 6km パーキロワットアワーなので、まあ、テスラ方式で直すと 166Wh パーキロメートル。あ、じゃあめちゃくちゃ燃費いいじゃん、やっぱり。出発前160前後かなって予想してましたが、うん、その通りになったっていう感じですね。で、平均の車速は、まあ、流れに合わせてきて 93km ぐらいですね、時速。走行したのは 106km です。じゃあ早速ね、ちょっとモデル3の方見てみましょう。はい、ということでモデル3パフォーマンスの方に戻ってきました。トリップ B、109km で 20kWh の消費で見てください。182Wh パーキロメートル。アリアの方がかなり燃費いいですね。アリアが 166Wh だったので、どのぐらいだろう、1割2割ぐらいはアリアの方が燃費よく走れてますね。ちなみにモデル3は、まあ、一人乗車で運転してきてるんですけど、割とね、荷物は多いです。まあ、ただね、こういうでっかいけど結構軽かったりするんで、まあ、おそらく元々の車重のことを考えると、だいたい条件としてはトントン。ただアリアはね、前面の面積がモデル3より大きくて、空気抵抗もまあまああるので、やっぱりアリアのね、モーターの技術っていうのは高速走行に、まあ、燃費で影響はかなりいい影響が出るということが言えそうですね。なので、まあ、遠乗りする場合はね、モデル3よりもアリアの方が効率はかなりいいです。ただこれね、見てもらうと分かるんですけど、今ね、まあちょっと雨降ってるんですよ。もう奥の山なんかね、真っ白ですよね。で、ここに来るまでの 100km でアリアの方はね、もちろんプロパイロットを使ってきたんですけれども、結構解除されます。雨でなんか使用できませんっていうのがかなりあったので、まあその辺はね、
やっぱテスラのオートパイロットの方が優秀ですよね。ちなみにモデル3の場合は天気で解除されたっていうことはなかったみたいです。まあ、電費を取るかこういう使い勝手を取るかっていうとこですかね。長篠設楽原パーキングエリア下りまでナビ、まあ、こうやってね声で操作できるんでめっちゃ楽ですよねこれ。海老名から清水パーキングエリアまでが110キロでした。でこの清水パーキングエリアから長篠設楽原まで、まあ、109キロなので、まあ、ちょうどいいですね。ここからまただいたい1時間走ってまたね燃費がどうなってるか、じゃあ行ってみます。はい、長篠設楽原パーキングエリア下りに到着しました。じゃあ早速ねアリアの燃費を見ていきます。お、 6.7 めっちゃいい。 6.7、 さっきは6だったのでだいぶいいですね。で平均車速は95キロ。燃費の計算をテスラ風に直してみると1000÷6.77、お、すげえ、149です。これはだいぶいいですね。だからロングレンジとスタンダードレンジプラスの間ぐらいの燃費。じゃあねちょっとこのままモデル3燃費を見てみましょう。はい、モデル3の燃費は169Wh/km。さっきのアリアが 149Wh だったので、まあ、やっぱりアリアの方が燃費はいいですね。うん、SUV タイプなのにだいぶアリアの方がパフォーマンスよりもね有利な燃費という結果になっています。じゃあ今長篠設楽原パーキングエリアの下りにいるのでこのままね 90kW の充電器で充電してみます。はい、アリア充電開始です。今絶縁試験中。まあ気温も今日はね雨でちょっと寒いので、はい、問題なく201アンペア出てますね。じゃあ次はモデル3充電を開始します。こっちのね今のアリア200アンペア出てますが、まあどうなるかな。180、60、あ、どんどん下がってる、どんどん下がってる。106で、こっちはねまだ準備中です。モデル3側はまだアンペア流れてないけど、アリア側もうすでに106まで下がりましたね。アリア側は今106アンペア、あ、ちょうど両方とも106アンペアですね。まあ、90kW をそれぞれ半分こしてるっていう状況ですね。はい、今長篠設楽原充電終わりましたので向かっております。ただまあ今ね結構雨が降ってるんですよ。でね全然ねプロパイロットが使えません。悪天候のため現在使用できません。いや、トンネルの中ぐらい使わせてくれ、ダメだな。そしてワイパーがオートにしてるんですがだいぶ無駄に動いてますね。今このプロパイロットが使えていますが、まあ、おそらくねこのまま雨の中走行しているとまたすぐね使えなくなります。案外ねプロパイロットは雨に弱いかもしれません。今プロパイロット2が悪天候のため使用できませんとなって、今プロパイロット1に切り替わりました。今ワイパーがまあこの程度のスピードで動いている雨ではねプロパイロット1も使えません。まあ、このアリアのワイパーは自動にして、あとこの完結のなんだろう頻度はレベル3ですね。このぐらいの速度で動いているような雨であるとプロパイロット1も2も使えなくなりますね。と正直ねこのぐらいの雨だったらテスラの、ね、オートパイロットだったら余裕で使えるので、プロパイロットもうちょっと頑張ってほしいかなっていう感じですかね。一応その前後の、クルーズコントロールは問題なく使えるので、まあ、そこはねなんとかいいかなと。まあ、ステアリングだけ自分で調整する必要があります。で今ねこうやってトンネルの中走行してますけれども、トンネルに入る前にプロパイロットが切れていたとしても、
今ね雨降ってないはずですが、あの自動復帰しません。なので一度キャンセルボタンを押してまたセット、そうするとプロパイロットが復活します。この辺ね、なんで自動で復帰しないのかちょっと不思議ですね。はい、目的地の名古屋に到着しました。電費、おおすごい、 7.1km パーキロワットアワー、めっちゃ上がりましたね。これをテスラ方式に直すと140Wh パーキロメートル、いやめっちゃいいな。平均車速は、まあ、82km、うん、まあ流れに合わせて運転してきたっていう感じなんですけど、やっぱすごいな。アリア長篠設楽原からは 83km 走行しました。めっちゃいいっすね。でじゃあちょっとモデル3の方電費をチェックしてみましょう。さあさあモデル3の方に来ました。走行データはトリップ B 164ですね、うん、やっぱり圧倒的にアリアの方が電費はいいです。 10% から 20% ぐらいかな、うん、まあモデル3のパフォーマンスにしては、まあ、164という数字は全然優秀ですよね。今回モデル3もアリアも両方ね、オートパイロットとあとプロパイロットを使って、来ました。なので、まあ、変な加速とかねそういうのはなるべくしないようにしてきているので、あの純粋なこのモデル3とアリアのそれぞれの電費がある程度出てるのかなと思います。海老名からこの名古屋までの平均の電費は、こんな感じでした、うん、まあ、圧倒的アリアの勝利ですね。はい、じゃあね、この動画がもし役に立ったという方がいたら高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。じゃあまた次の動画で。